はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。お返事、ようやく今からできそうですね。気になる男、第12話、始まりました。現在の時刻は、夕方ですね。夕方4時21分。ようやくですね、このスライドができました。今回のね、質問はもう、すごくね、前回の質問もまたすごく重かったとか、すごく考えさせられたんですけど、今回もまたすごく考えさせられた質問で、非常にありがたいなということでですね。いやー、ちょっとここから一体何分話すのか全く想像がつかないんですけど、ともかくできましたので、では今からゆっくり話していきます。途中もしかしたら、ちょっと切れるかもしれないんですけど、まあちょっとゆっくり行かせていきたいなと思います。ということで、さあ、じゃあ行っていきます。今回のテーマはということなんですけれども、自分をより深く知っていくことということについてお話ししていきたいと思います。つまり自分の話ですね。ひたすらちょっと今回は自分の話をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。この動画は顔出しをせずにスライド動画を通して、久保さんとのやりとりをすることで、タカ自身の内面をより掘り下げる動画をお届けしています。この動画を見ると、覆面 YouTube として活動しているタカという人間が何を考えて生きているのか、久保さんがそんなに気にするような男なのか、様々な角度から理解することができます。どうぞ最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。ということで、久保さん、本題に入る前にですね、僕から一つだけ、どうしても伝えたいことがあるんです。と、もちろん嬉しい報告の方ですね。もちろん嬉しい報告の方です。ちょっとその話をしてもよろしいでしょうか、と。まあ、こういうことをね、言うと、久保さんはきっとこう言うと思うんじゃないですかね。あ、全然いいよ、と。全然いいよ。もう、どれだけ長くなっても買わない。使わないよ、と。まあ、言ってくれるんじゃないかなと思うんですけれども。ただね、ただこれを聞いてる視聴者さんは、早く本題入れよ、とね、って思う方もいると思いますので、そういう方はね、ちょっと飛ばしていただければいいのかなと思っております。さあ、前置きはここまでにしてですね、久保さんとこうやって、やり取りさせていただいている中で、まだおそらく3日か4日ぐらいしか経ってないと思うんですね。それも結構夜ばっかりで、ちゃんとね、うまくこう声が出てないとか、まあ今も声出てないんですけど、まあ、なんか、今日はちゃんとね、ようやく話せる感じで、ちょうど今家に誰もいないので、みんなちょうど出かけてるので、ちょっと声がちゃんと喋るというかね、まあちょっといい感じなんですけど、ちょうど今いい時間なんですけど、ということですね、僕は新しい扉を開いたんですよ、というね。何言ってんだっていう話にはなってくるんですけど、まあちょっとですね、これやっぱどうしても伝えたくてですね、確かに僕は扉を開いたんですと。ちょっとね、伝えたかったんですよ。伝えたくて、ちょっとね、この質問、今回の質問すごいね、重要な質問だったんですけど、おー、でもね、今回はちょっとこの一、いの一番伝えさせていただきたいということでですね、ちょっと話に入るんですけども、まあ、今までの僕の情報発信というのはですね、サムネ画面プラス音声だったんですよね。まあ、初め、この、久保さんとやりとり始めた頃ですね。で、最近になってね、この口パックンをですね、まあ登場させてみたりして、なんかこう変化をこう加えてしたりしてたんですけど、本当画面は極力動かさずにやってたんですね。本当それは久保さんと初めて、やり取りしてたね、初期からだとは思うんですけれども、しかしですね、前回なんですよ、前回スライド動画すんなり作れたんですよ。これなんですね、スライド動画を教えている塾を、まあ、運営している本人がね、今更何を言ってんだっていうツッコミはあるんですけれども、ともかくですね、ともかく 僕はですね、スライド動画を作るね、スキルは持っているし教えれるけど、
こと自分の情報発信には全く活かせてなかったと。おお、それがずっとあったんですね。でも久保さんが前回その気になってる男のね、気になってる男のわけを3つ考えてごらんよと、そう問いかけられてですね、その返事をする際に書き出して整理をしなければ何も出てこなかったんですね。まあ、つまりこう思考停止状態になってるんで、こう自分の中からこう出すためには、もう伝えられないんで、その自分は元来その口から出してこう、なんだ、内面を出していくっていうんじゃなくて、このキーボードですね、がむしゃらにわーってこう叩き続けることで、こう自分の内面を探っていくっていうのは人間だったので、じゃあ、今回の久保さんのお題、まあ要はこれは前回の久保さんのお題ですね。前回の久保さんのお題に関しては、これは書きながら答えを探して、いかなきゃいけないと。で、その書いたのをもうそのままスライド動画にして、まあ読み上げればいいじゃんと、考えて、まあできたのが前回の送ったですね、10話のスライド動画だったわけです。で、あの構想、まあ要は書きながら書き、考えながら書きながらスライド動画を作るっていう構想ですね。まあ1月にこのスライド動画を教える塾っていうのを開講をしたんですけれども、その講座の動画コンテンツを作るときにチャレンジしたんですよね。こう書きながらこうコンテンツを作るっていうのは。ですが、やっぱりうまくなんかハマらずに応用できなくて、まあコンテンツ作りにかなり苦戦したわけなんです。もちろんこれは情報発信する方、する方が、商品を作る時に使うスライド動画、あれ？飛んだ。すいません。ああ、ここだ。情報発信する方が商品プロモーションだったり、商品を作るときに使うスライド動画ですけれども、これはどうしてもマスターできずにこう苦しんでたんですね。やろうとしてもなぜかうまくはまらなくて、まあ、その苦手意識が半年経っても解消することなく問題として立ちはだかっていたと。スライド動画を作れるのに作れない。いつも作ってるのに作れない。なぜだと。わかんないんで、しかも、まあ、やむなくと。やむなく情報発信はサムネプラス音声という形と、あと、この口パックンですね。この口パックンという形で、まあ、極力画面を動かさずというスタイルで、まあ、スタートを切っていたんですね。そして最近ですね、情報発信、こう、だいぶ慣れてきたんですね。まあ、喋れるようになったと。まあ、それはその、サムネプラス音声で喋れるようになったと。でもやっぱその音声だけだと画面が何か物足りないなぁと、やっぱり自分で思ってたので、このとりあえず口パックンは登場させたんですね。このいわゆる VTuber チックなやつですよね。で、これはいいなぁとは思って、で、久保さんのね、質問を今回、いや違う、前回だ。前回答えるうちに、この偶然できたのが、前回のスライド動画。まあ、いわゆるこの今お見せしているスライド動画ですね。その単語でポン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 。まあ、これは確かによく見る手法なんですけど、まあ、これはね、自分の中になんかできるっていうことがあまり考えてなくて、これが画期的だったんですね。要は自分でも、その進化が起こった瞬間でももうあったんですよ。いわゆるこのエクスプロージョンと言いますか、爆発ですね。爆発。久保さんにとっては、まあ別にね、まあこれよく見るところなので、まあ大したことないかもしれませんけれどもです。けれども、ともかくこれはですね、自分にとってすごいことが起きたんですよ。もういわゆる意識革命ですね。意識革命。ああ、これできんじゃんみたいな。これって、このスキルを息を吸うように、使いこなせるようになれば、顔出しできない人が情報発信だけじゃなくて、商品もどんどん作れるようになると。短時間でコンテンツも埋めるようになる。今まで商品を作るのに恐ろしく抵抗があった人たちが何か解決できる糸口になるのではないかと。それだけではなく、ここから情報発信をやりたい。すべての人にとって、何か意味のあることができるんじゃないかということに気づいたんですね。勢いでこうやってバーッと喋ってしまいましたが、ともかくすごいことが起きた気がするというのをこう気持ちでお伝えしたかったっていう次第で、ございます。ということで、さあですね、さあちょっと長く、話してしまったんですけれども、そろそろ本題に戻ろうと思います。久保さんは、
前回僕の答えを聞いて、まあ確かにそれもあるんだけど、それもあるんだけど、もっともっと具体的なことが聞きたいんだとおっしゃっていただきました。ということで、久保さんが伝えてくれた3点ですね。久保さんが伝えてくれた3点。久保さんが僕について、気になっていること3つあるんだよと、3点あるんだよっていうことに対して一つ一つお返事をしたいと思います。長くなりそうに、長くなりそうなんで、休み休みになるかもしれませんが、どうかお付き合いくださいませ。久保さんが気になっている男の気になる理由、1点目。10年後が見てみたい。これについて久保さんはちょうど10年前の自分とダブルとおっしゃっていただきました。ちょうど僕が今年で40歳になりました。吉谷さんと同じ年なんですね。同じ1982年に生まれ、同じ時代に生まれ、全く違う生き方をしていたのは吉谷さんのコンサルを受けて、まあ、まざまざと見せつけられたのですけれども、久保さんは40歳当時、麻雀店の店長をやっていて3500万の借金、それが3年後には1億3800万稼いだと。でもおそらく久保さんには麻雀店の店長をしていた当時、インターネットに触れた瞬間、今の未来の姿がありありとイメージできた、つまり多く稼いでるイメージができたと思うんですね。それは第11話、つまり前回久保さん自身がお話しされていたんですけれども、だからこそあとはその未来のイメージに向かって走るだけ、現実化するだけと思ったんじゃないかと思ったんですね。じゃあ僕はというところですね。こっからがちょっと自分の話になるんで、始めさせていただくんですけれども、僕はというとですね、普通に38歳まで、つまり2年前ですね、特に給料が多いとか少ないとか考えることもなくですね、システム会社で普通に IT エンジニアをやっています。本当に都内でね、普通に IT エンジニアをやっていました。おそらく履歴書で言うとかなり綺麗ですね。むちゃくちゃ綺麗です。多分クリーン履歴書ですね。はい。そして、当時というか35歳、ちょっと34歳だったかな、の、34歳、いや、32歳かな、まあ当時ね、娘が生まれた、まあその時赤ん坊だったと思うんですけど、まあ、子育てがね、本当に大変で、毎日は必死でやってた感じなんですね。で、今、まあ今というか、この38歳当時ですね、38歳当時、ようやく娘が入って、だからその時が6歳ですから、その6年間ですね、その前の6年間、まあ、もうずっとね、妻と一緒にね、子育てずっとしてたんですよ。もちろん会社も行ってたんですけど、会社はもう本当に行ってましたけど、なんかほとんど記憶ないですよね。ほとんど記憶なくても、帰ったらすぐにうわーっとなんかすごい、もういつも事件が起きてた感じで、もうてんてこ前の5年とか6年が過ぎて、ようやく幼稚園入って、ああようやくなんかちょっと落ち着いてきたねと、まあ幼稚園行ってる間は静かになったねみたいな感じになってきたんですね。要はその忙しさから少し解放されたわけですね。子育てというね、ところに。まあちょっと、なのでですね、ちょっと物足りなくなったっていうわけじゃないですか。やっぱ仕事一生懸命ガーってやってた時の疲れと忙しさとは違って、やっぱり子供を育てるっていうのは本当にこうなんか、不足の事態だらけっていうところで、ちょっとの気が緩んだっていう、というかですね、まあちょっと刺激が欲しかったんだと思うんですね。会社とは別の意味でですね。そして2020年2月ですね、ちょうど今から2年半前という時間になるんですけれども、情報商材というものを初めて買ったんですね。情報商材、まあこれもね、また運命なのかは全くわからないんですけども、これはまた吉谷さんのね、塾生さんの方の商品でした。これは名前を、まあ、挙げてもいいんですけど、今はあえて、挙げずにちょっとおこうかと思うんですけど、これはもう吉谷さんがもうよく、もうこの人はね、この人はっつってもう、この青年はにしましょうか。この24歳の青年は、本当にすごいっつっていつもね、こう、お話ししてる方だったんですけど、これも本当にたまたまですね、たまたまその24歳の青年の方のね、商品、まあ、たまたま巡り合ってというか、もう本当に、まあ、一発目だったんですけどね。まあ、これ、たまたまですね、本当に。ということで、ともかく、まあ、その動画コンテンツを何度も見まくってですね、まず、初めて、やったのがですね、まあ、講座を作って売ることだったんですよ。
まあツイッターとか何も SNS なんて何もやってなかったんで、本当に仕事と、まあ、子育てばっかりやってて、本当にその子育てをねツイッターに上げたらそんなことも何もなくても、本当に子供に超集中、家事集中で残りの時間は仕事に集中ってことで、その SNS なんて全くやる時間とかも使ってなかったんで、で初めてじゃあツイッターとかいうのを始めて、で1、2ヶ月ぐらいでもう めちゃめちゃね濃いファンを、まあ、集めて、まあ、そういう発信をして、でコンセプトとしてはこう楽しくゆる派でお金を稼いでいこうよと、お金ギラギラの人が多いんですけど、まあ、ちょっとゆっくりお金を稼いでいく勉強しませんかみたいなコンセプトですね、講座を開くなので、まあ、無料で参加しませんかっていう感じでこうツイッターでボーンとオーナーですね、そしたら、あ、俺もやる、俺もやる、いいよ、いいよ、っていう感じで、まあ、20人ほど集まったんですね。だから本当にその時のツイッターっていうのはより強固な感じとフォロワーさんと繋がってて、本当に2ヶ月か3ヶ月かやってなかったさ、本当に強い繋がりを持ってたと思うんです。まあ、だからそう20人も集まったと思うんですけど、まあ、そこでですね、まあ、無料講座を週1回配信するっていう形で、チャットワークを使いながら講座生と本当にこう深い深い濃密な時間を過ごしながら、そしてあるタイミングで、まあ、3ヶ月後ぐらいだったのかな、まあ、有料講座に移行したタイミングというところで、まあ、初めて売上が上がったというところなんですね。これがまあ1万円かける5名様で5万円でしたね。まあ、1名はコンサルをしてほしいっていうところだったんで、どちらかというと4人は講座を勉強したいです。で、もう1人はもう講座とか関係ないけど、とりあえずなんかサポートしてほしいから1万円払うみたいなね。いう感じでともかく5万円上がったと。そうですね。これがおそらくやり始めて3ヶ月ぐらい経ったんですね。商品を買ってからですね。と記憶してますし、これも間違いないかなと思うんですけどね。で、これ初めて売り上げ上がった瞬間、まあ今でもこれ覚えてるんですけども、公園でね、子供、娘をね、公園で遊ばせながら、こう、もう公園にずっといたわけですよね。夕方ちょうど、あれが5月、じゃあ9月だったかな、9月かしらちょっと覚えてないんですけど、秋も深まる頃だったかなと思うんですけど、ね、メールがこう、スマホに来て、買ったよ、買いましたよって言われて、ああ、これすごいと。これ上がるもんだなと思ってですね。まあ、これ、アイデア次第でいけんなと思ったんですね、これ。まあ、そこでですね、まあ、そこで、まあ、15年勤めた IT エンジニアはですね、まあ、さっと、もう辞めて、ネット一本に絞ったっていうところが、これが今から2年前の2020年の8月なんですね。9月、8月、まあ、辞めたのが8月かな。ちょっとここら辺が微妙な段階ですけど、まあ、ともかくここら辺ですね。そしてですね、今度はその24歳の、まあ、今はもう300万、月収300万を売り上げることができたんですけど、まあ、今その当時はまだ100万とかだったのかな。まあ、その方にね、ちょっと愛知に住んでたんで、こう言ったんですよ。ちょっともうちょっと教えてくれと。まあ、会社もね、辞めたんで、ちょっと教えてくれ、つって直接会いに行って、まあ、東京から愛知だったんで、新幹線で1時間だったんですかね。で行って、まあもうずっと聞いたんですよね。ネットで売り上げもっと作るにはどうすればいいかってこういろいろ聞いたんですけど、まあ結局は凡事定点するしかないよと。まあ積み重ねだよっていうところで、なるほどなっていうところは分かったんですけど、でもこれじゃちょっとなんとかしないといけないなっていうところで、その時に聞いたのが、まあうちの師匠っていうのが10年10億作ったってね、言ってたんですね。まあその師匠を学んでるんですねっていう話をして、ああまあそうだよみたいな話をして、ふーんと思ってその日は、まあ帰ったんですけど、まあその次の日ですね、その次の日、ふむと思って、その、まあ、その人のね、ブログを覗いて、あ、これが師匠だって書いてたんで、あ、この人なのね、と思って、で、直接もう、その、まあその時はまだ吉谷さんって分かってなかったんですけど、まあともかくその、LINE に連絡すれば、なんか、コンタクトが取れるっていうことが分かったんですね。なんかブログのとこに、ブログの下に概要欄になんかあったんで、で、それで LINE を、を教えて、で、何々さんの、から、まあ、24歳の青年くんから、なんか、聞いたというか、その師匠だっていうことを伝え聞いたっていうか、そういうなんですよね、みたいな話で、まあ話はあれも言っちゃったんですけど、話を聞いて、で、まあね、その日に、まあ、もう吉田さんの塾に入ったんですよ。なんか、どうやら塾をやってるらしいと。で、だからその吉谷さんの動画っていうのは一度もこう見たことなかったんですけれども、まあその24歳の青年がね、で商品買って、まあ自分が一回売り上げ上がったんで、まあ多分その人が教えてるなら、まあなんとかなるだろうと、まあ思ったんで、まあとりあえず、まあ即決、即断ですね、即決。まあそういうことをやったんですけれども、ですけれどもね、まあ、しかしということで、
どうやらですね、どうやら妻の反応は間違っていたらしくと、まあ15年もね、勤めた会社もあっさり辞めたと。あっさり辞めて、さらにね、どん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 なんか追加資金を投入していると。これはね、もはやもう青ざめるどころかね、もう怯えているというか、こいつ頭おかしくなったのかなと。もう 会社辞めて土地狂ったんじゃないかというところを、まあ言われてね、まあ散々こう言われて、大丈夫かと 言われたんですけど、まあねえ、ということで、まあね、じゃあそれで言うならもっと加速しなきゃいけないと思って、じゃあ吉谷さんのコンサルを受けるかって言って、まあコンサルを、だから本当塾に入ってその1ヶ月ですね、1ヶ月に今度コンサルを受けることにして、で、まあいろいろこうやり取りする中で、まあ自分が一番しっくりきたのがこのスライド動画を作るっていうことだったんですね。ということで、まあやり込んだら、まあある程度結果が出たんですね。まあ出たんで、で、これ、結果出たんですよってお話をしたら、吉谷さんが、俺ならこれ絶対塾やれば売れるわと、これ絶対俺売れるわって言ってて、ああ、そうなんですか、つって。で、プロモーションとセールスも俺がやるから、ガチ実演するんで、それ見とけと。もうコンサル生なんでね、コンサル生なんで、まあその一環として、それ見て、覚えとけと。覚えろと。もうしっかり、もう、それを見ろと。まあ、刮目せよというところでね、わかりましたっつって、まあ、その時はもう言うことを流れ任せてですね、その間またずっとスライドがうわーってこう作りながら、ずっと作ってて、で、今年の2月にこうスライド動画を教える塾を開講したっていうのが今年の2月という流れになったんですね。まあ、いわゆるこれが僕としてのね、いわゆる初速になるんですね、初速。この感じで、まあ、初速になるんですね。まあ、一応時系列にこうわーって書いてるんですけど、まあともかくその、まあ吉谷さんにね、塾を売ってもらって、まあともかくなんか実績がなんとか無理やり出たっていう感じなんですけど、でもですね、やっぱその後、もう集客を始めるわけですよ。まあするとやっぱり急ブレーキが起きるわけですね。まあ普通に考えて、まあこうなるのは確かにそうだよなと今を考えてわかるんですけど、そのまあこのままね、一人で集客し続けてはもううまくいかないと。これは無理だと。これは無理だと。これもね、吉田さんが言ってて、もう集客するには、もう一人で頑張るか、それとも集客してるとこにね、突っ込むか、どちらかしかないよっていうところはずっと言ってたんで、じゃあまあね、まずはね、一人でやってみようと。まずは一人でやってみようと思ったんですが、まあね、これ難しいというのがね、はっきりと分かってしまったんで、だから、じゃあまずはね、まずは今回その、無理を言ってですね、吉田さんに、もう塾の再販売お願いしますと。すいませんと。もう泣きですね。泣き寝入りじゃなくて、泣きのお願いをしてですね。泣きのお願いをして、本当に。そしてですね、もう今の現実を変えるためにもね、このままでいかんと。このまま吉田さんに売って、お願いしただけじゃまずいと。なので、こう自分も動かないかんと思ってですね、思い切って、もうナミさんに声をかけてですね。まあ、これはちょっと自分が微妙に違うんですけど、まあ、ともかくナミさんに声をかけて、そしてその流れのままですね、久保さんにご挨拶をしてと、そして、まあ、なんとか状況を打破しようともがいているところなんですけど、これ本当に1週間、ここ1週間の話ですね、本当。多分塾の販売をお吉さんにお願いしたら、もうここ1週間以内ですね、確か。確かそうだと思います。まあ、とりあえずね、こう今までの現状をざっとこうお伝えしたんですけども、もうこれを話すのは正直初めてなんですね。初めて。まあそもそも誰かにこう話すこともないと思ってましたし、まあだけども、もうおそらく久保さんならこう感覚的に、まあ何かを感じたんじゃないかと思って、そしてそれが気になる男と言っておりましたので、まあこれはね、もうできる限り全部お伝えした次第です。まあおそらくもうなんとなくこんなことがあったんじゃないかなというのは分かってたと思うんですが、まあ答え合わせというわけじゃないですかね。まあことの始まり、顛末というか全てを、まあ、お話しさせていただいた次第です。そして2点目ですね、2点目。顔出ししない覆面 YouTuber の可能性というお話をしていただいたかなと思います。まず顔出しについてなんですけども、そもそもですね、僕がインターネットをやる上でですね、顔を出すという選択肢がそもそもなかったんですね。まあ、今は確かに、前回はですね、確かに今は娘のためと言ってるんですけども、僕の感覚ですね、逆にネットでなぜ顔を出すのかと、これ不思議でしかなかったですね、もう疑問だったんですね。でもこれを久保さんの話に当てはめるとですね、商売をするんであれば、これ話は違うと、つまり顔を出さずに商売をするのはいかがなものかと。確かにですね、よく考えればリアルの商売はみんな顔出しと、自分が何者かを名乗るところから、名乗るところからが商売なんだよと、見栄を切る、仁義を切る、これが商売なんだと。
ああ、そう言われれば、まあもちろんね、商売などしたことなかったので、まあ自分がやってることすら自体が商売っていう感覚がなかったので、顔を出さずに商売するのはいかがなものかと、こう言われて、顔を隠して商売ができるかと、こう言われればですね、まあそうですねっていうしかないんですけれども、まあ、僕がですね、このインターネットに魅力を感じたっていうのは、ともかく、この顔を出さないことだったんですね。で、これちょっと少し話を遡って、僕が、まあ、例えばじゃないですけど、大学時代、これは、2001年ですね。2001年、つまりミレニアムとこう騒いでた、この1999年のストラダムスが、大予言が当たらないで2000年迎えたぞってこう騒いでた時代、大学時代、2000年なんですけどね。2000年当時ですね。2000年、僕が18歳、19歳ですね。19歳当時の話なんですけど、まあ、ガラケーというものを持ってですね、まあ、その時、このメルトモというのがね、全盛期だったんです。メルトモですね。はい。まあ、顔も知らない同世代の異性とメールをすることですね。もうこれドキドキワクワクのね、もうこれもたまらなかったですね。まあ、自分はその、普通に高校時代は真面目とか普通に高校生勉強して、まあ、中学生も普通に勉強して、普通にそんな勉強してってもそんな勉強してるわけじゃないんですけど、まあ、その地方で普通の学校に行って、で、福岡ではね、まあ普通の、まあ、私立大学に、まあ普通、福岡の中ではまあまあというね、この学校に出てれば、あ、頭いいんですねって言われるような、そんなすごくないけど、あ、まあ名の通ったところの学校に行って、まあその、まあまあってとこだったね。まあ、だから別にその女の人と女の子と話すっていうのは別にそんな接点がないわけじゃないけど、そんなね、そんなことが、まあなかったというか、なかったんで普通に。それが普通だと思ってたんで。そしたらこのね、もうメルトモというのがですね、もうこれがまた心をね、もう震わせるというかね、こんな気持ちになっていいのだろうかとね、いうまあことが起きてたんですね。これ全然ネットいいじゃんって、ネットすげえなみたいな、もういうことを初めて気づいたのは、このメルトモが衝撃的なことでもだったんですね。では、じゃあリアルはどうかと、リアルはどうかと、となるとね、本当に息の詰まるようなね、もう恐ろしい毎日のね、サバイバルが繰り広げられてるわけなんですよ。これ本当に人にとって程度の問題なんで、それがね、他人から見たら、いやいや、こんなのね、まだまだへっちゃらだよとかね、いやいや、こんなの別にね、大したことないよって、ちょっとね、ちょっとでしょみたいなね、言うかもしれないんですけど、まあ、自分の中でも、もうそうでもね、やっぱり大変だというところがあってですね、まあ、インターネットというこの匿名性の世界だけが、この僕という存在、まあ、唯一ね、認められたというか、生きていけるね、安住の地だったというところが、まあ、スタートだったんですね。だからこの自分の顔も見えない、相手の顔も見えない、だからこそね、このお互いがお互いの関係性をより大事にして、そしてより信頼が強固になるならばですね、まあ、リアルで顔も合わすと、おお、それがね、僕の中の普通の感覚だったんですね。まあ、これが大学当初だったの、大学当初からの、インターネットと触れ合った時の始まりだったので、このリアルで顔を出すのは普通なんですけど、ネットで顔を出さないのが、まあ、普通だったんですね。僕の中ではですよ。だからそれは僕の中で芽生えた普通の感覚だったので、こう、久保さんのもう話に戻すとですね、まあ、チャンネル登録者7万人で、収益が40万円前後出てるよと。あと、そしてもう一つ、久保さんの顔出しない YouTube チャンネルですね。顔出しない YouTube チャンネル。これは顔出ししてるチャンネルよりも威力があると、まあ、言ってたと思うんですけど、これは僕にとって何も違和感がなくですね、逆にごく普通のことと感じてですね、ああ、まあ、そっちのが、まあ、威力あるんじゃないですかっていう感覚で、その顔出ししてる人は、その顔出しは有利ですっていうのは、まあ、当然かなと思うんですけども、まあ、僕としては、その顔出ししていない人でもインターネットを使えば活路がある。まあ、そこに自分をかけたいなと、まあ、思っているんですね。まあ、つまり、その初めてその商品を買った24歳の青年、まあ、今300、月収300万稼いだことがあるという青年も、もともと顔出ししてなか、まあ、もともとというか今も顔出ししてないですけど、顔出ししてない形で、その自分は商品を買って、それで商品、まあ、売り上げをね、ちょっと作れたと。あ、いけんじゃん、みたいな。顔を出さなくていけんじゃんみたいなところがあったんで、ああ、その久保さんが言われていた、その顔出ししたくない人の先駆けになれる。これはね、とても面白い話だなと思いましたし、まあ、そしてね、この話なら動画というね、媒体であれば、その YouTube だろうが、Vimeo だろうが、ニコニコ動画だろうが、アメーバだろうが、まあ、いろいろあると思うんですよ。本当に今は。
中国のなんかいろんなサイトもありますしね、まあ、なんとか、なんとか、キャットシュート、ちょっと前忘れましたけど、その検問が、厳しくないところもいろいろあると思うんですけど、まあ、そのプラットフォームに依存しない、まあ、つまりどう顔出しなくて何かを表現するっていうことは、その別にプラットフォーム云々ではなくて動画っていうもの自体に関しては、その、まあ、いろんなことができるんじゃないかと。まあ、今はね、僕はその具体的に何をどうしたらいいのかっていうか、あまり思いつかないんですけども、この顔出しないメリットっていうのを最大限に活かして、そして今までリアルでもどうにもならなかった人たちがね、こう未来をネットを使って人生を大きく変えていけるような、あえて顔出ししないですね。あえて顔出しないというところを突き詰めて、こうぶち抜いていくっていうのもすごく面白いし、まあ、やりがいがあるんじゃないかと思いますし、非常に興味深いし、探求して形にすることで、この多くの人が救われるきっかけになる未来が見えるんじゃないかと、なんか急にこう思ったんですね、久保さんの話を聞いて。そしてこの久保さんの顔の顔出ししない YouTuber に対して活路を見出すことに興味を覚えていると、つまりその一見不利な状態をこう有利にするっていうのにすごくなんか面白いんじゃないかというところを言っていただけたかなと思って、じゃあこれをもうやる一択でこう攻めていきたいと思って、で実はですね、この久保さんは実はこんなアイデア温めてんだけどねみたいな、でそういうことがもしね、あるんであればね、これはね、ぜひ自分だけじゃなくて、この仲間ともに形にできれば、まあ、幸せなんじゃないかなというところが、この二つ目のお話になります。そして三点目ですね、三点目。いくら稼ぎたいのかですね。これについてはもう本当に自問自答を繰り返した、これを作るのにすごい時間かかったんですけど、まあ、ここからいろいろ話していこうかと思うんですけど、これはね、吉田さんにもうずーっともう2年間ずっと言われ続けること、言われ続けていることなんですね。まあ、簡単に言うと、もう稼ぐ気ないならやめちまえと。まあここまでね、そんな激しいことは言わないですよ。ただもうこれはね、もう言葉の裏にね、聞こえてる言葉ですよね。もう稼ぐ気ないならもうやめればいいのよと。なんかちょっとしつこいんじゃないのみたいなね。まあ言うのはね、まあそれはね、もう、自分もそうですし、まあやる側も、コンサルやる側もね、まあそれはなんとなくね、まあわかるし、それももうわかってるんですけど、まあそもそもこれはもうちょっと誰にもなんか言ってないし、まあこれはもう多分言ってないけども伝わってるとは思うんですけど、吉谷さんには。まあそもそもですね、僕はこの稼ぎたくてこの世界にね、入ったわけじゃないんですね。全くそうなんですね。まあ先ほども話した通り、ちょっと出来心みたいな感じじゃないんですけど、その、まあ、先にね、話した初めて収益を上げたこの無料講座を始めたって話だったんですけど、これでやってみたらただ売り上げが上がっただけなんですよ、これ。だからこれは面白いなっていうだけだったんですよ。つまりこの IT エンジニアをやるよりも、その、面白い人生が送れそうだなって思ったんですね、単純に。単純に、ただですね、ただ現状を妻も養わなきゃいけない、娘も生まれて会社員は辞めることは現実に無理。まあその頃は会社、普通に IT エンジニアやってましたから、いや、これおそらく会社辞めることはこれ一生できないだろうと。まあサラリーマンで一生を得る、これが無難な選択っていうことだったんですけど、ただ僕の方はですね、のめり込んでちょっとしまったっていうのがあって、まあこれはその、いわゆる不倫の感覚に近いようなというところが、説明に一番近いのかなと思うんですけども、実際にちょっと不倫はね、やったことないんでわからないですか。いや、ちょっと、これ言葉がないってなってるんで、別にこれは動揺してるわけでも全くないんですけど、まあ、つまりですね、この本業の IT エンジニアをやっていても、業務に全く身に入らないんですね、これ本当に。だからこの面白いもの、夢中になれるものっていうのを見つけてしまったんで、もうこの、まあ、決まった IT エンジニアの仕事、まあ、だいたい仕事できるんで、まあ、15年間やればですね、だからもうちょっと、こう、気持ちがこう、もう収まりつかないっていうか、ブレーキが効かなくなってしまったんですね。だからその現場でのもう気持ちはちょっとどうしても入らないんで、まあ、ちょっともうこいつはダメだなと。まあ、ある程度はできてるんですけど、まあ、できてると言っても、ちょっとやっぱこう、うつつなんですね、もう。なので、もうここはもうちょっと、ここはもうちょっと今月で終わろうって形になって、まあ本社でね、まあ待機期間になってたんです。まあこの IT エンジニアって、うちの IT エンジニアのはちょっと派遣型っていう形でちょっと面白い形で、本社が一応あって、で、そこでいろんな現場にこう飛んでいくと飛ばされるって感じなんですね。で、本社ではじゃあ何をやってるかと、別にみんな誰も何もやってなくて、まあその1ヶ月間じゃあね、本社でね、まあ頭を冷やせと、まあ別に本社は誰もいない状態なんで、なんかこう、幹部離職の人がのんびりだらり過ごすところっていうイメージだったんで、本当に安いとなるね、じゃあね、本社では、まあ自由にね、1ヶ月間、自分のスキル向上に時間を当てていいってことでしたね、だったんですよ。まあこれ本当、会社としては太っ腹なとこで、大体この会社はこういう感じだったんで、まあ、これが普通だったんですね。ある現場があって、大体現場で途切れた場合っていうのは、そこが途切れるというかね、そういうとこに
そういえば、そういう場合。あ、おかえり。ちょっと、刺して。はい。あ、寒い。ちょっと喋り続けるけど、無視しといてね。はい。風呂沸いてる？あ、沸いてる。沸かしました。じゃあ、風呂入って。で、この時間を当ててよ、ちょっと話があれですかね。本社では、そう、1ヶ月かね、自由にスキル向上にこう当てていいっていうことだったんですけども、まあ、初めはね、この IT エンジニアの新しいスキル、まあ、とりあえず新しい言語だったり、新しいこう考え方だったり、スキームだったりね、まあ、ちょっと自分も古い考え方というかね、最近新しいね、IT スキルはつけてなかったんで、よし、勉強しようと思ってね、いろいろ勉強をしようとしたんですがね、どうもですね、その、なんでしょう。会社の幹部がですね、どうもこれはね、新しくご勉強しようと思って、この新人の研修にちょっと入らせてくださいとか言ったんですけど、なんかそれもダメだと。それもダメだと言って、なんかどうもね、こう、風当たりが強いんですね。だからこれ、もう、なんかいろいろこうやってるんですけど、どうやらこの反省文を書けなさいと。会社としては損失を、まあ、受けたわけなんだから、君は反省文を1ヶ月か書きなさいと。要は勉強するっていうのは定で、実はその反省文を1ヶ月書くというかね、そういうこのなんか、まあ、言うたらですね、飼い殺しじゃないですけど、まあ、そこでも1ヶ月反省されると。要は俺たちの顔に泥を塗ったんだから、まあ、ちょっと1ヶ月ここでね、黙って反省文書き続けろという感じで、毎日毎日こう1ヶ月、毎日毎日反省文を書くと自分の悪かったことをね、ずっと書き続けなさいと、ね。毎日毎日チェックするんでね、毎日毎日その自分の悪かったことをひたすら書いて過ごしなさいというね、話をあったんですけど、まあ、そこですね。どうしても、まあ、そこで、考えてしまうのがですね、やっぱりそういうことをこう言われるとですね、なんかおかしいなと。そう考えていくと、まあ、IT スキルをこう勉強するんではなくて、もう講座生がどうやったらこう楽しめるのかなとか、まあ、どんなコンテンツを提供したら、講座生は喜ばれるのかなとか、まあ、講座生の誰と誰をこう組ませたらこう面白いのかもしれないなとか、まあ、その講座生、あの講座ね、今作ってる講座は、まあ、ちょっとまだね、改善余地があるなとか、こう、アイデアがこう止まらなかったわけですよね。本当。まあ、やってることがね、まあ、自分の、なんだ、まずかった点について、レポートをひたすら書きなさいと、自分の短所をひたすら書き続けなさいというね、いうことだったんで、いや、ちょっとこれはね、きついなと思ってですね、もうそうなるとですね、まあ、自分がこう、やりたいことを、まあ、やりたくなってしまう勝負なんですね。もうしょうがないと。まあ、ごめんね。まあ、しょうがないということですね。まあ、自分の、まあ、暴走を、まあ、止めることをできずにですね。まあ、できずに。まあ、しまいにはですね。もう、会社のですね、会社のそのパソコンを使って、まあ、これ多分おそらく、もう、半期を、ちょっとやめてよ。やめてよ、大事なとこなんで。やめてください。邪魔されるよ。ちょっとやめてください。こっちダメでしょ。こっちダメ、はい。大事なとこなんでやめてください。そりゃそうだ。ちょっと今大事なとこだからやめてください。ちょっと。そりゃそうだよ、ね。じゃあ帰ってきて。ダメです。もう無理だよ。無理じゃない。止めない。ちょっと今話し続けるから。早く風呂入ってください。早く風呂入ってください。閉めます。はい。とですね。すみません、話が。そう、自分の暴走をとどめることはできずにですね。もうちなみには、しまいにも会社のパソコンを使ってですね、もうコンテンツを作り出してしまいとね、もう、もはや会社に対しての反抗ですね、いわゆるもう、なんで、まあ悪く、自分が悪いのは分かってますよ、悪いのは分かってますけど、この仕打ちはちょっとひどいなと。毎日1ヶ月間自分の短所をね、書き続けるってのはさすがにちょっと厳しいなと。で、まあ、あれですよ、書いてもこれは、そのね、いやいや、そこは自分が自分がちょっとよく思ったからじゃないかとかいう、その、まあ、結局指摘をされ続けるという、まあ、要は痛みつけるだけのね、ことの繰り返しだったので、もうこれはちょっともう、なんかね、いかんだろうと思って、まあ、いかん、誰が何が悪いのか、誰が悪いとか、そういう問題あるんですけど、まあ、ともかくですね、もう会社のパソコン使って、もう作業、コンテンツを作り出すことをしたんですよ、もう。ダメだと。だってどうせパソコンの前に向かって、ね、反省文を書くというか、どうせ反省文書いても、ね、それを叩かれるための反省文になって、物事やってもしゃあないと思って、もう仕方なくコンテンツを作ってですね、そしたらもうそこでもう売り上げもできてしまったのが、まあ、あだというかですね、まあそれをおそらくまあ待ってたのかもしれないんですけどね、まあ、副業禁止のまあ会社ということでですね、まあ反省期間中に副業した
と、そして売り上げも上がったということでね、まあ、これをどう説明するのかという話をされてですね、まあまあ、はあ、しょうがないですねっていう形で、まあ、懲戒解雇という運びになったわけですね。まあ、解雇通告後からですね、まあもう次の日から来なくていいよと、次の日からもう出社しなくていいよということになったんで、まあもはやね、まあ、その頃にも会社にいても、その会社のパソコンで作業するとかしないとかね、まあ、まあ結局もう何家だろうが会社だろうが結局ずっと同じことをやってたんで、まあもうやることはね、作業に集中することだけでしたのでね、まあ、月の途中、まあ月の途中ですね、もうこれも最後の通告が終わって何だろうちょっと忘れたんですけども、月の途中でも最後にとりあえず書類を渡すんで、出社してくれということで、まあ15年ね、勤めた会社。まあ、15年勤めたといっても、その本社にいたのは本当に新人の時だけで、あとは、ね、全部いろんな現場をこう回り、巡って巡ったんで、まあ、単純にその会社っていうのは形だけでも本社っていう形だったんで、あれなんですけど、まあ、この会社にね、最後、まあ、本社に出社したりですね、まあ、懐かしいなというか、まあ、いろいろあった15年だったなと、まあ、思ったのと、あとは、まあ、こうやって思ったのが、ああ、よし、これでまあ、存分ね、もう文句を言われずにというか、もうなんか、こう人の目を隠れて、なんかコンテンツを作らなくていいなと思ったんですね。まあこれは寂しいけど、まあこれも人生だなと思って空を見上げたっていうのがすごく覚えてて、まあとてもね、満ち足れた気持ちになったっていうのを覚えてるんですね。だからこの会社以外の時間ってじゃあ何ができたかっていうと、実はこの時は本当ずっと子育てが忙しくて、もうそれでもう精一杯だったので、子供に全て尽くしてたので、なので、まあ、その後夜できるかって言うと、まあ、できるかもしれないんですけど、まあ、自分はその選択はせずに、睡眠を削るってことはほとんどしなくて、もう会社でやるっていう、元気な時に会社でやるっていう、まあ、選択をしたんですよね。まあ、それがいいか悪いかって言ったらね、良くないですよ。良くないですけど、まあ、おそらくその自分の中では、もうこの懲戒解雇っていうね、形を取らなければですね、まあ、会社を辞める選択は一生できなかったと思うし、別にこれを誘発したっていうことでもなかったんですね。別にその、できればその解雇になるとかいうことも別にそんなことが発生すると思ってなかったんで、そもそも副業禁止っていうすら知らなかったっていうね、いうことだったんで、まあなんか、そうなってしまったっていうところで、まあともかくですね、まあここで僕の人生がここで転機になったということなんですね。ただですね、ただ会社を辞めたことで状況は一変したんですね。状況が一変しました。この自分がですね、そもそもお金が欲しくて、こう、始めたわけじゃなかったのが始まりだったので、今度はこの会社を辞めたというかですね、状況、お金のためにやらなきゃいけない状況となったんですね。今までそのお金をもらうために会社に行っていたという感覚すらなかったので、目の前にその会社の仕事があったんで、まあ、現場でいろいろ違うので、現場も3ヶ月単位でこういろいろ変わったので、その現場に入ってしっかりこう、プロジェクトの炎上したプロジェクトを片付ける。そしてまた次のプロジェクトの炎上行って、ね、こう、その炎上を火を消すっていうね、もう、ただその目の前の火を消すっていうことをやってたんで、お金を稼ぐっていうことは全くそこを考えてなくて、ただ仕事に対してこう、やるっていうのをただ繰り返してた15年間だったので、それがね、急にお金っていうことを意識しだしたわけですね、これ辞めて初めて。となると、ここで初めて自分がお金っていうことに対して真摯に向き合わなきゃいけないことになった。だから今まで、要は38年間ですね、お金ってことに対してほとんど向き合っていなかったっていうところになったんですけど、まあ、となるとですね、まあ、次々の月々のね、生活の費のためにお金を稼げないといけないということになるわけで、まあ、その、まあ、お金のためにね、無理してこのクロージングをかけるとかいうことを、まあ、やらざるを得なくなったわけですね。ちょっと力技というか、まあ、せっかくね、売れたのにつっても、売れたといってもちょっとね、言葉をなんか無理やりなんか使ってやったわけで、まあ、当然ね、まあ、その噂が出るわけで、まあ、先呼ばわりしたりしてね、まあ、キャンセルもされたりだとか、まあ、相手からね、もう4時間ずっとね、夜あれは10時からですね、夜10時からもう11、12、1、2時とね、もうずっと永遠とこう、クレームをね、受け続けたり、まあね、それでもお金取らなきゃいけないんで、断れなさそうな人とかね、無理やりちょっと気の弱い人を見つけてね、こう、ちょっとみたいな感じで、まあ、ちょっとじゃないですけど、まあ、ネットでこう探してですね、こいつならいけそうだな、みたいなね。こう、まあ、いわゆるカモですね。カモをこう探すみたいなね。もう何なのと、これ、もはやこう自分がこう何をやりたいのか分かんなくなってきたんですね。元々の始まりは、まあ、人のためを持って、ね、講座を提供するとか、そこに集まってくれたね、人と、いろんなつながりを持って、
で、そのやることによって自分も幸せだし他人も幸せになればいいっていうところからまあ始めただけだったのが、そのもはやその他人からね、お金をむしり取らなければ生きていけないと、まあ、そういう世界に、僕はいるんだと、住んでいるんだということにね、まあ、現実に直面したというかいうところがあってですね、まあ、もともとその月の売上目標なんてもう何もなかったのがですね、ただその分かったのは、その月にこの売上を上げなければね、その次に売上を上げなければ、もう月にマイナス30万、これだけは確実に出ていくと、生活費の。まあ当然ネットビジネス、新しい店舗とか構えてないんで、もう何も自分も最低限の食事しかしないんで、別に何も趣味もないわけで、まあともかく生活費分が全部出ていくということだけは確かだったんですね。だいたいマイナス30万くらいだったんですけど、まあもうちょっとありますけどね、本当は。30、ここ40、わかんないですけどね。まあとはいえですね、もうちょっと人に会ってね、人に会うとこいうか、人に対してこう無理なこうクロージングはちょっともうできないと。これはもう精神が持たないし、こんなことやってたらね、もうちょっともう、これもう無理だと。これ二度ともこういうことはできなくなると。っていうのも散々もう分かったので、じゃあね、もうちょっともう、これはね、一人で黙々と作業できるこの YouTube っていうのがあるので、まあ、YouTube を使ってね、もうこれスライド動画作り始めたんですよ。で、リサーチ段階では、確信はなかったんですけど、おそらくね、可能性はあるんじゃないかっていうところで、まあ、僕がね、当時できることで、心を壊さずに、まあ、お金を稼げる手段っていうのが、まあ、スライド動画で広告収入を得ることにかけるしか、まあ、選択肢がなかったんですね。他にもいろいろやり方あったと思うんですけど、まあ、自分はこの広告収入で稼ぐことに、まあ、選んだんですよね。まあ、これがおそらくできるだろうと、まあ、自分の感覚ですよね。これならいけると、これなら続けれるっていうのがあったんで、まあ続けた結果ですね。まあするとこれまた運が、まあ良かったんですね。本当に運が良かって、まあ半年後これずっと半年後やってたわけじゃなくて、半年後、いろいろああだこだ、いろいろやってたら、たまたまライバルがいないこうジャンルが見つかったんですよね。なんで、これはもう、吉田さんね、なんかいいの見つかったんですけど、と。いいの見つかったんですよ、つったらもう、じゃあね、そこに一点集中。しましょうということで、まあ、活動を見出すことができてですね、まあ、その後はこの吉谷さんに、まあ、塾販売をすることによって、まあ、ともかくね、この月収100万というね、実績だけできたんですね。まあ、その、実績ですね。実だけ的ですね。正直。まだ給料口座になんか、お金がいっぱい入ってきましたけど、まあ、別にそれが入ったところで、まあ、何も別に思うこともなく、まあね、入ったなっていうだけで終わったんで、まあ、ともかくですね、まあ、話を戻すんですけども、まあ、いくら稼ぎたいかっていうのは、これはですね、今ようやく自分の明確な答えは出てるんですけど、毎月30万と。まあ、とりあえずこれ赤字はもう当然出てるんですけど、ともかくこの毎月30万稼げれば、まあ、あとはなんとかなるんじゃないかと。逆にこの毎月の30万のキャッシュフローが、もう着地できなければ、要は作り続けることができないんであれば、これから先ですね。まあ今じゃなくてもいいんですけど、作り続けることができないなら、もうこの世界からね、この僕の方がね、駆逐されると。間違いなくもう退場せざるを得ない状態になったっていうこと、まあこれがね、最も現実的な事実ということは、まあ理解したんですね。本当にまあ遅いよっていう話なんですけど、散々2年やってて、いつ気づいたんですかっていう話なんですけど、で、久保さんね、今回の売上目標は100万ですと、まあ自分が欲しい値段ですね。自分は今回の売上が欲しいのは100万ですと言ったのは、今回その熟成が入ったとしてですね、まあサポートをしっかりするのがやっぱ3ヶ月かかるなっていう感じだったので、ね、初めて塾を開講した時も、いろいろ、ライブとかやったりして、お客さんと密にこうずっとやっていくと、やっぱりこう3ヶ月かかるなと。まあ早い人はね、1ヶ月とかね、すぐ、やっぱり、もうできるようになるんですけど、やっぱりどうしてもね、時間かかる方は1ヶ月経ってね、ようやくこのサムネとかができるようになりましたとかいうところなんで、本当にやっぱり3ヶ月はかかるんじゃないかと見てるんですね。しっかりみっちりやるんであれば。で、今回もまた初心者の方としっかりセッションしていくんで、まあこれも本当に時間かかることなんじゃないかなと思ってて。で、この100万というね、色があれば、まあとりあえず3ヶ月は生き延べるんじゃないかと。まあ30万かける3ヶ月ですね。まあそれでもちょっと、まあなんとか3ヶ月はとりあえず見込めると。生き延べるなと。で、またね、当然その先はまた困ることになるのはまあ分かってるんですけどもね。まあそれでもこの全く初心者の熟成さんが、まあもちろんね、なんかすごい熟成さんが入ってきたらもう自分サポートいらないんで、講座見ればそれで終わっちゃうんで、まあなんか嬉しいんだか寂しいんだかあれなんですけど、まあともかくこの全くね、初心者の熟成さんが入ってきたとしてですね、まあその方が YouTube を投稿できるようになったとしたらね、いや、これはもう本当に、
嬉しいなっていうか、ね、今までできなかったことだと思うんで、ずっとね、YouTube を見てたと思うんですよ。それがやっぱできるようになったとしたら、それがね、やっぱ、吉谷さんがセールするんで、ほとんど吉谷さんのお客さんがまあ入ってくるわけですね。前回も吉谷さんのお客さんが、うちの塾に入ってくれて、ああ、生き返ったと、今までね、吉谷さんの、その言葉を聞いて、今まで全然うまくいかなかったけど、ようやくなんかうまくいくようになったっていう話をよく、まあ、うちの塾生さんから聞いて、ああ、よかったねと、本当よかったねと、本当によかったね。当然僕は2年間しかね、ネットの世界入ってないんですけど、吉谷さんのお客さんってむちゃくちゃなんかみんな長いっていう話で、まあ、みんなね、話を聞くと、本当にもう今まで苦労してきた、苦労してきた、苦労してきた、苦労してきたっていうね、話を散々聞いて、で、ようやくこのね、YouTube で広告収入を稼ぐっていうところのやることによって、一つね、軸ができたと。その自分のやることの最後、要はそのお金がどんだけ入るとかそういうことは、ではなくてですね、その生活に一つ張りができたと。会社に行って、で、帰って YouTube を作るか、それは週2回だろうが、週3回だろうが、まあ、その頻度はそれ人それぞれなんですけど、ともかくね、会社だけではなくね、その YouTube を作るっていうことを、軸に生活のもう一つの軸を置けたっていうのが本当に良かったんだっていう話を聞いて、あ、これ素晴らしいことだなと。で、今回そのナミさんの方でもね、この気になる男シリーズが始まったということで、これナミさんのお客さんも声がかかるわけだということで、そして今回久保さんのところでもこうやって気になる男のシリーズを紹介してもらえてるんで、これは久保さんのお客さんも入ってくると、可能性があるだろうと。ということになると、これは本当に僕にとって意味のある活動なんですよね。その今まで久保さんのチャンネルを見てた人がずっとくすぶってたとか、うまくいかなくて苦しんでた方、あとはナミさんのチャンネルをずっと見てたんだけど、なかなかうまくいかなかったっていう、まあ要はお客さんを預かってるんですね。この一期生という言い方があれなんですけど、まあ、塾を始めた時も結局吉谷さんのお客さんをずっと預かってるって感覚なので、今回の、まあ、2期生という言い方がちょっと正しいかもしれないですけど、2期生の募集に関しても、今度はこの吉谷さんの塾生さん、久保さんの速稼塾の塾生さん、そして奈美さんの舞姫大学のね、見てる方をやっぱり預かることになると思うので、やっぱりそれっていうのはとても意味のある活動と思いますし、それで3ヶ月間というね、期間で、その、YouTube を投稿できるようになるとしたんだれば、それはね、やっぱり時間は無駄じゃなくて、本当に意味があって、自分はこの3ヶ月、もし3ヶ月間しか生き延びれないかもしれないですけど、それ生き延びた意味が、ね、あると思うし、もちろんずっとサポートはしたいと思ってるし、でもそこからね、また何か起こるかもしれないと。まあ、何か起こすために今一生懸命まあ頑張ってるっていうところであるんですけど、まあ、いわばその、このまま終わっちゃいけないと。このまま終わっちゃいけないっていうところが、まあ、あったっていうだけで、今、もうこの1週間でその、2期の、新しく塾の販売、吉田さんに販売してもらう、そして奈美さんの話を、奈美さんとつながる、そして久保さんのこうやってつながっているっていうところになったので、本当ここ1週間で劇的にいろんなことが、まあ、変わっているわけですね。そして、久保さんの話を聞いてですね、あ、そうかと。一人で会社作れば生きていけるんだと。要はその会社を自分で作ればいいと。要はその会社が一番安定しているなら、ね、会社を自分で作れば、あ、まあ、確かに国民保険じゃなくて社会保険が使えるんで、あ、それならこれ家族も安心して平和にいけるなというね、まあちょっと気づきというか、まあそういうことだったんですね。だから僕の望みっていうのはそもそも最低限の生活も普通にこう、普通の生活水準を送れればまあいいという、別に車が欲しいわけでもなし、なんかうまいものが食いたいとかそういうのもなくて、普通にただね、生活できればいいし、まあ子供がね、教育、その、学校に行きたいと思ってあればその学校に行かせてあげればいいし、まあ、塾にね、入りたいと思うんであればちょっと塾に行かせてあげたいなとかいうところで、その高望みするわけでもなくて、ただ普通にね、子供に不自由ない生活ができればいいなっていうところと、あとね、今塾生さんいるんでお客さんのサポートですよね。もう自分はやっぱ信じて、くれて、まあ、コンサルね、受けていただいている方もいるので、本当にその方にとってやっぱり不義理がないようにというか、できればずっとね、こうやり続けていたい。まあ、この活動を自分はずっとやり続けたいっていうところで、できればこれを裏切らずに、まあ、継続さえね、続ければ、それで良かったっていうところがあるので、まあ、今ちょっとね、致命的な資金クラッシュをこう起こす前にこの、もう身の引き際をしっかり判断しないといけないと。でもそうなったらやっぱりお客さんに迷惑かかるんで、まあ、もちろんね、会社員やりながらできるかもしれないんですけど、まあ、大体のこのパターンっていうのは会社員をやったら安心してしまって、もう、何もしなくなる。まあ、これがパターンになるかなと思う。自分もやっぱりそう思ってるんですね。ここで引いたら、ここで負けだと。うん。
サラリーマンやりながらやりますっていうのもこれは無理な注文だと。やっぱりこっちにネットでやるのはネット一本で食っていかない限り多分この世界で生きていけないっていうのはもう分かってはいるので、ね、この僕を信じてね、お金を払ってくれたお客さんをもう裏切ることだけはできるだけ今したくないなと。だからね、もう今こうできるところまで精一杯頑張ろうっていうところもこれしかあんまり考えてないっていうのが、まあ、現状なんですね。もっと考えるとかね、売上目標をちゃんと立ててこう戦略立てて、なんかこうそれちゃんとしたことやってやっていけって、まあ言われればそりゃそうなんですけど、で、あともう一つ久保さんの話を聞いてですね、まあリタイアってことはもうほとんど何も考えてなかったんですね。そもそも IT エンジニアの時にもずっと、まあ、ずっと働き続けれればいいなと、年取っても、うん、ずっとなんか他の、ね、作業に携われればいいなということで、リタイアについて全く考えたこともなくてですね、ただその月に100万、まあ、稼げるようになったらそのリタイアする入り口に立てるということが分かったと。つまりその何でしょう、100万稼げればリタイアできるんだよっていうところが人に見せれるっていう、もしそうなれば、まあ、別に自分はリタイアなんて全く興味ないんですけど、そのあこれだけ稼げれば俺はリタイアできるんだっていうところが他の人も分かるっていうのはやっぱ本当に素晴らしいなと思って、僕のこの望みというのはね、子供と触れ合う、まあ、娘とね、この娘とこう一緒にいる時間以外はね、もうずっとネットビジネスをやり続ければまあ幸せだったんですね、単純に。で、今この娘が、今ちょっと声が入っちゃ、声がちょっと入っちゃったんですけどね、まあ、小学2年生に今なって、まあ、ようやくですね、ようやくこの、もうなんか自立するじゃないですけど、まあ、自分の時間、もう僕の時間ですね、がこう満足にできるよう、取れるようになってきたんですね。もうやっていいよと、仕事やっていいよみたいなね。今まではこう、平日の学校に行ってない時間とかは、まあ、一緒に遊ぼう、一緒に遊ぼうっていうね、あったんで、まあ、じゃあ一緒に遊ぼうっつってね、まあ、土日とかはずっと公園行ったり、まあ、平日もね、学校行かないとかずっと一緒に遊んでたんですけれど、で、子供が寝た後にちょっとやるみたいな感じで、こう、ずっとなんとかかんとかやりくりしてたんですけど、もう最近はね、もう友達とこう遊んだりしててですね、もう自分の、家でもこう自分の時間をこう楽しんでるんですね。ちょっとこうスマホとかいじくっててゲームしたりして、まだそのゲームっていうこともなかったので、もうずっと相撲とかね、なんか折り紙とかパズルとかオセロとかね、もうありとあらゆるこのゲームを一緒にこうやってきた、あとはもう戦いごっことか、もうそんなことずっとやってて、ね、もうそんな感じで、まあ作業、家で作業なんてほとんどできてない状態だったんですけど、なんかどうもね、もう変わってきたと、どうも変わってきたと、もういいよと、仕事すればっていうね、仕事すればって、もういいよみたいな。別に家にいてもしょうがないでしょみたいなね、家に外行ってて働き行けばつって稼いでないんでしょみたいなね、いうことを言うようになって、ああそうかと、あどうやら僕の役割はもうね、だいぶ終わってきたのかというねところになってきて、まあね、学校も5時間の授業になって、もうどん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 ね、こう娘と過ごす時間がね、もう短くなってきて、まあ人生で本当にこう一緒に過ごす時間、子供と過ごす時間っていうのはね、本当に素晴らしくね、最良な時間だったんですけど、まあそれをもうこう短くなってしまったことでですね、まあ一末のこう寂しさを覚えるともにですね、子供が生まれてからは、まあ8年ぐらいですね、今8歳なんで、まあ、ずっと子供と過ごす時間を全てね、優先してきたんですよ。だから会社を辞めて何をしたかって、実は子供とずっと一緒に過ごしてたってね、ただ子供とね、ずっと一緒に過ごした。もちろんね、子供が寝た後はね、やったり、その合間見つけてはやってたんですけど、その、普通だったらね、会社員は過ごすことができなかったね。本当に娘との本当にたくさんの思い出が作れたなと。まあ、本当にね、皆さん会社に行ってることなんて子供の様子なんて見れないと思うんですよ、普通の男性はね。それも本当ずっと眺めることができて、一緒になんか、ね、面白い、なんか本当に、ひょうきんなこととかね、面白か、なんか、ありえないこととかね、ありえない面白いことをしたりね、もう、何やってんだみたいなね、そんなことをこうずっとこう一緒にやってきて、あ、本当にね、たくさんの思い出ができたなと思って、これ会社員辞めてよかったなと、もちろんね、それ、ね、そうなんですけど、会仕事をやることも大事だし、なんですけど、家族と一緒の時間をたくさんたくさん作れたらね、本当もうとても幸せな時間を過ごせたなと本当に思ってるんですね。だからこそ、本当に今ですね、こうあとはもう稼ぐだけに集中するだけになったなと、まあ、ようやくね、この役割が明確になってね、ようやくこの今パソコンに向かう時間がすごく取れるのって、すごいやれるようになってるんですよね。本当に、あ、こんなに結構最近時間取れるようになったなと思って。だからこそね、まあ、これから一番このビジネスというかね、まあこの自分に向かって向き合える、とても大切な時間が、まあ自分にとってですね、今まではこうずっと、
娘のためというかね、娘と過ごす時間も一緒に自分が過ごしたいだけなんですけど、単純に自分がずっと一緒にいたかっただけなんですが、まあ子供の方、娘の方がね、もういいよと、もうだいぶいいよって言われてきたんでね、じゃあ自分のことに集中しなきゃねということで、まあ今からね、これが、今からが本当に大変だと思いますし、なんかね、せっかくここまでこう一応積み上げて、まあ人に比べればね、遅いかもしれないですけど、こう積み上げてきて、なんかキャッシュ破綻で終わるっていうのは、なんか、まあ、正直なんかもったいないなーって、もうちょっと粘れないかなーっていうのが感想だったんですね。多分久保さんに言ったのは、なんかこう爪当てを残したいみたいな、ね、ことをなんかこう、わーっとこう言ったと思うんですよ。ちょっと覚えてないですけど。うわーって言ったら覚えてて、うん、で、じゃあね、いくら稼ぎたいんですかと質問に、戻ると、まあぶっちゃけこのキャッシュ破綻さえ回避できれば、まあ僕はそれでいいんで、まあその1年を通してね、どれだけ赤字なら耐えれるかなみたいな、どれだけ赤字だったら耐えれるかなみたいな感じで考えてるんで、その、という考えをただしてるだけなんですよ。まあ、いわくそういう考えに至ったというか、ただですね、この、まあ僕の塾生ですね、要は今回2期生、絵が入ってくれば来るほどですね、まあ、自分との関わりによってこの幸せになれる人っていうのがまあ増えたなら、これはそれぞれやっぱいい人生だったとまあ言えるのかなと思うし、まあ、そうなった時にはですね、まあ、自然とお金がついてくるのかなと思ったんですね。これは本当に塾生さんと一緒に過ごす、まあ、今回の塾生さん一人の方がですね、スライド動画を覚えて、その自分でコミュニティを作って、そしてまたこのスライド動画のやり方っていうのを教えて、そのまた新しい人が、そのまた下の塾生って言い方がいい、塾生コミュニティ会員さんがスライド動画を作るようになったと、どん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 そのスライド動画を作る輪が広がっていってるところなんですね。だからやっぱりその、要は塾生さんと長く一緒にやっていければ、あ、これは本当に自然とこうお金ついてくるんじゃないかなと思ったんですね。今はその塾生さんと一緒にちょっとコラボ商品とかも作ったりして、まあ自分の方はちょっと集客力が弱かったんで売れなかったんですけど、まあその塾生さんの方はしっかりとね、3名に対して商品は売れてるので、あ、やっぱ一緒にコラボしてよかったなと思って、なんかこう、徐々にこう、お金って後からついてくるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあね、まあ、そんなね、甘いもんじゃないよという声はあるんですけど、現実的に確かにお金は生まれてないんですけど、なんかこう、そういう気配だけはずっとあって、だからこそその、人に対してずっと優しくなれる人間で、まあ、ありたいと思っているところなんですね。だからこそその久保さんとかの面であって、あ、いいのかなと。まあ、自分もそういう優しい人間になりたいと思ってたのに、なんかこう、いろいろもう心がすさんできて、こうなったんですけど、やっぱり、まあ、久保さんみたいな人になりたいというところはやっぱどうしてもあって、だからこそその一回、もう一度、やっぱり久保さんとお話ししたいですみたいなことを、まあ、言ったと思うんですね。これはもうちょっと、初めのお話なんですけどね。だからですね、ちょっとどうしてもこの三つ目の質問に対しては、うまくこの正面から答えられないっていうところがあって、でもこれがね、本当に正直な気持ちなんですね。今本当に全部こう出し切ったかなと思ってて、まあ、答えに、なって、ないかもしれないんですけどね、すべてを出し切った返事が、まあこれになりますので、まあこれというところで、まあ、終わりにしたいということですね。もうこれも1時間も喋ってるんですけど、まあここまで本当に長々と聞いていただき、まあありがとうございますということで締めさせていただこうと思います。本当にね、やっぱり全部、すべてをね、やっぱ語り尽くした、尽くさないとこれはいけないなというところだったので、今回ちょっともう1時間3分ですね。1時間3分という長丁場、もしかしたらこれが録音されてないのかもしれないというね、ちょっと不安もあるんですけど、もうそんなことも言ってられないんで、とりあえず1時間ずっと喋り倒したということをさせていただきました。ここまで長々と聞いていただき本当にありがとうございました。失礼いたします。はい、どうも。